わ、マジちょっとマジで怖くなってきた。これは本当に怖くなってきた。僕は怖い。来たー100万人来たー、よっしゃー、来たー、来たー、100万人だー、しゃーしゃーしゃおー、なんか人数多いんだけど、何これ。いやいやいや、気のせい気のせい。嫌な予感しかしない。大丈夫大丈夫大丈夫、安心して。いや、嫌な予感しかしないわ。ちゃんとこうして、翔平さん。いや、嫌な予感しかしない。大丈夫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 。いや、嫌な予感しかしねー。大丈夫大丈夫。いやー、ほんとに起きた。こっちに来たまえ。フヌツ。フヌツだ。さあ、お前らいいか。行くぞ。ほう。さあ入ってこい。入ってくるんだ。おお、なんだ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 。おお、角の作ったやつじゃんこれ。懐かしいじゃん。これゲームスタートす。ゲームスタートだ。僕できない。お。さあ、始まった。のどこに行けばいいんだね。さあこっちに来て、こっち。ほらほらほら。お。こっち来て。皆さんの努力のおかげで。ついに別世界への扉が完成しましたと。そう、扉がね、完成したの。おお。こっち来て、ほら別世界の扉。これ前あったんじゃない、これ。ほら、入ってみ。暗い暗い。うわあ。なんか引っかかった。ほう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 。来た。うわぁ、なにこれ。どんどん進んじゃっていいよ。うわぁ、角ワールドじゃん。そうそうそう。フヌツ博物館。ほう。フヌツはもう、記憶から消して。わかった。ほら。初見さんようこそ。ここは特別な博物館です。招待券がなければブロックします。怖い。そう、招待券がなければ、ちょっと立ったらお前行ってみて。招待券なかったら、うわー、こうやって死んじゃうから。そう、招待券どうすればいいの。招待券をなんとかして探すんよ。あー、めんどくさいやつだ。めんどくさいだって。そう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 。そうそうそう。ちょっと探そう。こういうとこ、こういうとこにあるんじゃないの。うん、どこだ。ほら、でも醤油さん、上の方とか見てみ。上の方、上の方、ほら壁とか。壁何がない。お、なんか隙間があるじゃん、ここ。そう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 。そこに行くと、でもジャンプ力足りないよな。そうか、誰かの力を借りなきゃいけないと。あ、そういうことか。なんかそれ、そう。頑張って。おー、純が邪魔。惜しい。
おー、いた。おいた。おいたよ。いたいたいた。もうその先進んじゃって。あ、いいの？いいよ。ちょ、みんなついて。機密倉庫。そう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 。何があんの？じゃあその先進んでみな。ほら、グライダー。ここの倉庫を探してみて。ん？あ、少しグルビだし。お、これ使えるじゃん。そう、その招待券を使って。なるほど、行こうと。ほうほう、じゃあ行こう。うん、ちょっとこれ招待券、これやるよ。いいや。おお、認証完了だと。認証完了。どうぞお入りください。どんどん先進んでいいや。はい、ここは受付だね。うん、やる気なさそうだ。博物館の。おお、これ懐かしいの知ってるぞ。これ昔あったな。これ、あれ懐かしい。これあったぞ。何の動画か忘れちゃったけど、うん、ね、結構前にあった。あ、でも翔平さんほら見て、特別ステージの入り口。うん、へえ、うわー、これはでもディグダじゃん。懐かしい。懐かしい。で、アイテムが必要だと。なるほど。そうそうそう、この3つのアイテムが揃ったら特別ステージの入り口が開くと。ほう、じゃあそれをちょっと探しに行こう。ここかな。じゃあ、うん、あー、懐かしいね。これ懐かしいっしょ。俺はなんか角が作ったよくわかんないアスレチックだったな。そう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 、これは誰作ったっけ。しんのすけだったっけな、これ。はあ、ピカチュウだな。懐かしいでしょ。後ろとかなんもない。うん、あ、こことかも。ああ、ベンジャミンだ。あ、さあ、ね、さあ、うん、そんな辛い覚悟を持つベンジャミンを倒してこいっつって。ああ、あったね。ああ、ここはタピオカ工場か、これは。そう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 、これとかも懐かしいんじゃない？え？車から木が生えたやつ。あー、なるほどね。あー、木生えたか。懐かしい、懐かしいね、これは。そうそうそう、これがで、そのインパルスグレネードを使って、僕の原点でもあるからね。そうそうそう、で、それで、あ、これ取ると。そう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 、覚悟はいいか。お、これは7時間かけたサンズじゃないか、これは。あ、ちょっと行ってみようよ。今日はお腹が痛い日だ。ほわー、なるほど。アイコが咲いている、ベンジャミたちがさえずっている。ビクロエ間近に腹を壊すやつは。あれ、なんか見えなかった。トイレに行ってしまえばいい。うわー、もうマジで作ってんじゃんこれ。こん中行くの。いや、ちょっと見てみよう。おー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 、カエルの歌が始まってんだけど。なんで。なんで。で、こっち来て、こっち来て。おー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 、飛んだ。あぶねえ。あ、また行かなきゃいけないのこれ。で、上行くんでしょ、これ。あ、行っちゃいけないのか。それね、トラップか。バナナの。じゃあここに行くと、ボタンがある、こっち。でもロックされてんのよ。なんでだ。どっかで隠されたスイッチを見つけなきゃいけないの。隠されたスイッチ。ああ、ベンジャミン見つけてくれた。おお。見て、なんかすごいボタンだよ、こっち。お、開いた。そう、扉が開くの。これなんだっけ。え、こんなんあったっけ。これ、なんだこれ、クマが。
これザビさんが研究されるってやつよ。あー、ザビエルが研究されてると。作られてんだな。じゃあこれザビエル作ってるってことだな。ザビエル、うんうん、そういうことなのか。君はクローンなのかい。あー、そうなのか。悲しいな。お、こっちでも扉いいんですか、これ。また鍵かかってるよ。ほんとだ。これはどこだろう。またボタンがあるんじゃない。あ、見て。もう絶対に入るな。もうそう言われたらね、入りたくなっちゃうね。入りたくなっちゃう。懐かしいな、これ。あれだな、障子ハウスだな、これ。そうだな、障子ハウスだ、これ。あったな、そんなシーンもあったぞ。見て。あー、小人。小人映画。死んでる。なるほど、これででも撮ったんじゃない。そう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 。これででもあっち行けないんじゃないかな。行けんのかな。開けれるようになってる。おお、作業現場。いろんなね、懐かしいものを作ってるみたいな感じよね、この博物館は。作品名、じゅんくん。あ、作るの忘れてた。いっけねえや。全然作ってねえじゃねえ。これだけじゃねえか。これだけかよ。お前手抜きだな。なるほど、ありがとう、じゅん。ありがとう。どこら見て。お、アスレチックで上行くと。そうそうそう。そう、それ。こっから行くと、ああ、イングレか。おー、なるほど、いいね。あ、ここ開けてみて、ここ開いてよ。もう一枚扉ある。開けてみて。お、ほら、何かわかる、これ。中入ったらわかるんじゃない。あー、これは虎太郎のマッチョマンのやつか。そう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 、これとかも懐かしいでしょ。あー、懐かしいね、これは。懐かしいっしょ。プラチナ肉マイレージカード。作ったの最近だな、これ絶対。あー、なるほど。ここで茶番をしてツイッターにあげるのがこのお店の面白さなんだと。取り合ってるね、魚の虎太郎が。そうそうそう。ほら見て。うわー、すごい。うわー、後ろもすごい。うわー。なんかすごいな。変わんねえな。いろんな潜入者がいると。うん、いつやってもなんか変わんねえわな、お前はな。うん。お、潜入者ありがとう。うん、でもなんかここ行けるよ。お、いいとこ気づいたね。行けないんよ。最悪だな。おじゃあ次と。おお、これはカードじゃないか、これは。カニマン、そういうことか。おお、懐かしいでしょ、これも。これは懐かしいな、カニマンな、グッズになったりしてるからな。ちょっと 太ったな。ちょっと太ってる。あ、でもありがとな。もう、うんうん。で、玉ある、これ違うか。次、あー、この上か。お、よく気づいたな。え、難易度高くないこれ。あ、わかったぞ。ここから乗って行くのか。お、いいね。任せろ。どうよっしゃ。おー、いいね。おー、なんかスイッチがある。あ、押していいのかよ、これ。え、うん、潜入者の食生活が明らかになった。あ、これで戻るのか、潜入者の。ってことは、うわー、中入れるのか。さあ、おー、
ああ、潜入者の口の中に。ああ、フロッパーがあった。いや、遺産もあるわ。誰か入ってみて。なんかいろいろ雑じゃね？なんか入ってみて、はい。ああ、大丈夫か。うわ、汚い。これでじゃあ一回戻ればいいのか、これ。そういうことかい？お茶か？あ、でも全部揃ってるでしょ、うん、これで一回戻るってことだな、きっと。戻っちゃおう。さあ、3つのアイテムをゲットしたからね。そうだ、ここで、あのお、ここだね、よし、じゃあちょっと全部入れるわ。はい、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 あ、もうちょっといけるぞ、いけるぞ、行っていいのかい、ステージの、いいよ。はい、ほう、あれ、何もない、何もないぞ、何もないね。おー、シェリーじゃん、シェリーじゃん。なにこれ、ちょっと僕ら座っていいの、これみんないるけど。そう、しょうゆさん、ここ見て、ここにほら特別な椅子があるから。ほうほうほう、これ座ってみると、あれ、しょうゆさん見て、なに、お、なんか、あ、あれは、あれ、あれは知ってるぞ、僕。あの、エンディング曲でよく声をめちゃくちゃ聞いてる、あの人だと思うな。いや、まだわかんないよ。いや、あの人なんだよな、きっと。そうなんだよな。あの人なんだよな。じゃあ、その人の名前呼んだら、もしかしたら、聞こえるかもしれないよ。なるほど。ボケちゃいけないやつだな、うん、また。で、せーの。林優さん、庄司さん、100万人おめでとうございます。君の可愛い声や青く澄んだ瞳が暖かな日を灯す、カラフルな日々を知る。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ、どうして暗闇の中でも君は笑う、僕も笑う、ここはワンダラン、君と笑う、いつも笑う。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。庄司さん、100万人行くのが早すぎてラーメン食ったばっかりで、ね、いや、僕も今日行くと思ってなかった。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。庄司さん、はい、100万人おめでとう。いや、呪いやないか、お前。しくじゃねえよ、なんだよそれ。おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。まさかの林優さんが来るとは思わなかったでしょ。いや、もう全部いろいろ察してた。何だった。いや、察するじゃん。いや、察する。最初のロビー画面でもなんか全てが見えてた。ロビーかな。そうなんやな。おお、ありがとう。しゅうさん、こっち来て。おまけ的なのあるから、おまけ的なの。これ現実の扉って、これで、まあ、入ってみたら分かるけど。ほう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 。まあ、ここ異世界、まあ、何、異世界への扉が開いて、
そっから脱出しようっていう、うん、ほう感じなんよ。あ、もうこれ脱出なんだ。そう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 。あー、これで元の世界に戻ってくるよと。なるほど。そう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 。楽しかったな。分かってみて。おお。これ実際にあれだから、リスナーさんのメッセージをここに書いてあるから。ほう。そうそうそう。本当にこう送られてきてるから。どっかって。知らせてくれてありがとう。全然最高な。全然よかったとか。下にもあるよ、ここにも。ほら。見てみな、これ。このクマさん全員が。これ言ってくれてるからな。おうおう。おうおう。泣いてんの？おお、ありがとう。おお、おお、ありがとう。おお、ありがとう。おお。よし、じゃあ行こうか。あ、こっちとかもほら。ああ、神と。なるほど。庄司神と、うん。ありがとう。神がバッテンになってね。おお。よし、見てみな。お？こんな感じじゃん。庄司さんといえばっていうやつが入ってるよ。何？ああ、糖質制限、脂質制限今してないんだけど。うわ、なんかいる、なんかいたんだけど今。なるほど。おめでとうと。いいことよ。なるほど。よかったっしょ。誰だお前は。誰だお前は。どうか行けよお前。これみんな、このこっち来て、こっち来て、みんな集まってきて、この糖質制限、脂質制限のところ。うん、いや、この人たちがと協力して、うん、なるほど、作ってたから。そう、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう。なるほど。これで私たちのサプライズは終了。おめでとう。イエーイ。ありがとう。あ、うかつく。うかつくな、本当に。編集しながら今この動画を見返してる庄司です。本当に皆さんありがとうございます。でも、なんですかね、難しいっすよね。なんかもう100万人っていうけど、なんかそのなんて言うんだろう、先がなんだろう、長くなりそうな感じもありましたけど、実際なんか僕もなんかもうよくわかんないですけども、結局それを目指して頑張ってきたからこそ、なんかそのいろんな人の応援とかもあったりとかで、やっぱりちょっと涙流したりとかであれなんですけども、まず本当に僕個人としてはやっぱりすごく嬉しかったし、やっぱり目標だったんで、まあ普段こうやって面白い動画作ってますけども、やっぱりそこを皆さんにやっぱり見ていただきたかったなっていうか、なんていうんですかね、もう本当、しのすけたちもなんかその、やってくれたし、ね、本当に嬉しかったということで、
本当に100万人まで応援してくれた皆さんには本当に感謝してますし、まあその正直一味のみんなにも感謝してます。だけど僕も頑張りましたからね。僕も頑張ったんで、みんな頑張ったということで、皆さんありがとうございます。正直一味もありがとうございます。正直よく頑張ったなと、そういう感じです。ということでこの動画は終わりです。さよなら。